さあ始まりました TYT の釣り道南、本日私ヨギ一人でアルティメットの素人編でございます。ということで、今日はですね、てっちゃんもタニーもやらないであろう釣り、泳がせ釣りをね、僕一人で満喫したいと思います。前回ね全く釣れなかったんで、ちょっと今日はそのリベンジをしたいなと思っております。ただこう今ね何の魚種も釣れてないっていう情報だけが入ってきてるんで、まあちょっと気楽にやっていこうかなと思います。おー、うぐいを今から投げたいと思います。行ってこい。もうドラグをゆるゆるにして待つだけでございます。いや釣りたいな、釣りたい、あたいは釣りたいんだよ。はい、待ってる間が暇なんでね、ちょっと寝魚でも狙おうかなと思います。ちょうど持ってきてたんですよ、これをね。ちょうど。いきまーす。ど素人。なんか今日ね、釣れないって聞いてたけど、釣れないんですよ。で、今日ね、ウグイっていうこれぐらいの魚をね、泳がせてるんですけど、すっごい音沙汰がないの。実家に帰ってぬくぬくしてる感じなの、すごい。ここにね、手元にね、シェアハウスに4匹ぐらいいるんだけど、元気なんだよねこのシェアハウスの中の子たちね。もうなんか全然音沙汰ないからさ、シェアハウスから巣立っていくことがないんだよね。これ何の話？アルティメット。多分ね釣り開始して3時間ぐらい経過しましたけどもね、すごい平和なんですよ。まあ、今日ね、もう僕は全部わかってるんですよ。どうやったら釣れるかっていうのはね、まあ、全部わかってるんですけど、まあ、あえてね、こうなかなか難しい道を選んでるっていうね、まあ、そういうことなんですけども、今ね風がねちょっとこっちからこっちに流れててね、潮が今ねちょうどこう上がってきてる最中なんですよ。だ多分ねあの辺に投げたら釣れるなーっていうのねわかってるんですけどね、あえてあっちの方にね投げてるんですけどね。まあそれがねやっぱり方法論としては、まあ後々結果につながるっていうかね、うん、まあ、それ全部わかってるんですよ。全部わかってるんですよ。だからもう今ねその通りにやってますんでね、また後で、ね、釣れると思います。全部わかってる。動いた気がしたな、なんか一瞬動いたかなって思ったんですけど、なんか気のせいみたいです僕ねもう全部分かってんすよ。あと 2,3 時間後に結果が大きく変わってくるっていう、まあ、そこまでのねプロセスも全部分かってんだよ。ど素人。魚暴れてんね。落ち着いちゃった。もしかしたらこれは潮の流れが出てきたのかもしれない。潮に流されて動いただけのパターン。それにしてはなんかちょっと魚が暴れてる気がするんだよね。逃げてるんじゃないこれ。落ち着いちゃったねこれ。
やかな夕暮れ時のど素人。チャンネル登録ポチッとな。このね、軍手がね、あの車に置いてあった軍手を持ってきたんですけど、これ皆さん青に見えます？それともピンクに見えます？だんだん紫に見えてきたでしょこれ。だんだん、ね、だんだん紫に見えてきたでしょこれ。ちょっと暇なんで寝魚を狙いたいと思います。お腹が冷えて痛くなってきたので、今日はこの辺で終わりにします。悔しい、釣りたかった。でもなんか久しぶりに釣りができて楽しかったです。またリベンジに行きたいと思います。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。カット。はい、タリーです。いつもヨギちゃんが僕とかてっちゃんにね、小窓で歌を歌ってくれたりするんでね、今日は僕が即興でね歌いたいと思います。それでは聴いてください。だんだん紫に見えてきたでしょこれ。あ、それでですね、あのどちらかといえばヨギちゃんの方があの即興演奏上手なんですけど、あの僕即興演奏ですね、てっちゃんにミュージシャンとは思えんくらいクオリティが低いよなっていう言われるくらいですね、クオリティの低さにあの定評がありまして、まああのギターのねアドリブはあのそれなりにいけるんですけども、ちょっと歌はねなかなかあの難しいななんて思っちゃってる今日この頃なんですけどね。でも今日はヨギちゃんが頑張ってね動画撮ってきてくれたんで、ヨギちゃんに捧げる歌を歌いたいと思います。それでは聴いてください。だんだん紫に見えてきたでしょこれ。であのですね、